こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご参考になさってください。さて、本日ご紹介するアイテム、こちらサントリービアボール、私はこのグラスとセットのものを購入しました。ビアボール、ハイボールという飲み物はだいぶ皆様にこう認知されて覚えていただいていますね。そこから、ビールとハイボールを合わせたのでしょうか、ビアボールという飲み物が、ご自分で混ぜて作るビール、どうでもいいんでしょうか、出ました。これをちょっと試してみたいと思います。おすすめの作り方、グラスに氷を山盛りに入れます。そして、点線のラインまで炭酸水を注ぎます。濃いめ、おすすめ、ほんのりとなっています。まず、実践、そのラインまで先に、炭酸を入れ、そして、ビアボールを入れて、注いでいくということです。まずはその通りやってみたいと思います。氷を山盛りに入れる。今日はご自宅の皆様のお家にあるぐらいの大きさの、あの製氷機ぐらいの大きさで試してみたいと思います。はい、こちらに、じゃあまず標準の普通で作ってみたいと思います。こちらもセット販売にはなってましたが、ストロングタイプの、強炭酸。はい、こちらを注いでみます。先に炭酸を注ぐんですね。これぐらいか。はい。はい、おすすめのとこまで入れました。そしてこのビアボールで満たします。こちら。やっぱり浮きますよね。これを軽く一回転ということです。どうしても混ざりきった顔はしませんが、そして、はい、炭酸が抜けないようゆっくりと一回転混ぜたら完成です。いただいてみます。ちょっとどうでしょう、このちょっと原液だけ飲んでみたいと思います。ホッピーのようですね。濃いめのホッピー、どうして先に氷を山盛りに入れるのか、なぜ先に炭酸なのか、おそらく注ぎ方、混ぜ方って、注ぎ方って難しいから先に炭酸を注いでくれということなのでしょうか。それにしても、一回転しかしていませんが、これはまるで昨日飲み残したビールを、ビールに氷を入れて飲んでるみたいです。申し訳ありません。申し訳ありません。じゃあちょっと氷なしでやってみます。おすすめで、まあ、ほんのりで7対1、
おすすめで3対1、濃いめで1対1となってますが、まあ、1対1、3対1でやってみます。3対1?ほんのりですね、これは。3対1。注ぐのもちょっと、混ぜなくていいですね。いただきます。ビールを召し上がるとき、皆さんほとんどの方は氷を入れないと思います。氷というのはドリンクにおいてとても大事な役目を果たしてくれます。混ぜる、冷やす、もう氷がなくてはほとんどの飲み物が作れないぐらいですが、ビールを飲むときは私も氷は入れません。なぜならば氷を入れないことによって、ぐーっと邪魔物がなくぐーっと入ってきてくれて、喉がキュッとなる感じがビールの美味しさだと思うからです。それなのにこれはあえて氷を入れる。そのためごくごくとは飲みづらく、また、やっぱり、氷なしで飲んだとしても、どうしても、昨日飲み残したビールみたいです。なぜこのような商品が、を作り、どういう人を対象に作ったのか、強いて言えば、まあ、コストはかなり抑えられます。これ1本あたりが平均730円。そして炭酸が、まあいろいろありますけれども、仮に120円だとして、これ、チーラーが 334ml ありますので、まあ10杯から11杯取れるでしょう。そうしますと、この1杯あたりは66円というかなり廉価なものになりますし、これは蓋をしておけば、まだ次の日も使えるようです。専用の、ちゃんとキャップもついていました。それにしても開けたてでこれですから、次の、どうしても飲み残したビール感は消えないと思います。ちょっと、残念ながら私にはこれはなしです。